こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、ここ最近私がよく作っているデザインの巾着紐ホールタブ、巾着ホールを、本体使うんじゃなくて折り曲げて、それはもう普通にトートバッグみたいに作って、別でですねホールタブを作っていくことでなんか融通効くようになったんです。これがいいなと思って、ちょっとタブホールを作る場面、これだけをご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回これが出来上がったところをお見せしました。サテンのポリエステル 100% でね、通常スカートとかワンピースとかの裏地に使うものかもしれないなとか、衣装とかのコーナーにあったものなんですけど、これを裏地に使ってですね、作った場面になります。結構こういうその裏地って聞くと、いかにも裏地っぽいこういうサテン調のものって薄い感じになイメージかもしれませんけど、サテンっていう織り方がですね、結構丈夫な織り方なんですよね。綾織りで、で小さいものでも接着芯をきちんと貼ってですね、これ貼ってあるんですよ。で貼って三つ折りとかで観音開きやって折り込んでステッチするって固定するとですね、結構ちゃんとしたものになっていくんですね。それなので強度とかそういうのの心配はないんです。ただですね、この薄い生地である必要があるのは、絞るためには分厚い生地だと融通が効かなくてですね、巾着で絞りきれなくて、結局巾着の役割果たさないんですよ。巾着って口が閉まることがセキュリティ性を高めるわけですよね。扉を閉じるかのように、なんかキュッと閉まって閉じるわけですよね。それができにくくなるのは良くないなと思うと、薄い生地を強度も高めながらもそこそこの
薄さもキープしないと難しいんですよね。だからこういうところの多分に、分厚い生地をあまり使うべきではない。どうしても生地を使うべきだったら柔らかい、厚くても柔らかい生地というか、そういうのならまだいいかなとちょっと思ったりしますので、その辺をねちょっとじっくり素材が本当にこのタブにふさわしいのかっていう目で見て考えてもらえたら失敗は少ないかなと思いますね。この後に巾着でギュッと絞るっていう作業があることをちゃんとイメージしながら作っていかれるといいかと思いますね。過去でですね、私これのタブは真ん中のこれ線って4本ありますよね、真ん中の2本だけだったんですよ。それだけでもできるんですけど、やっぱり安定感があるのはこの最近今年になってから初めてね、今まで作ってきたやり方を見直して縁のところにもステッチ入れたんですね。そしたらねその方がいいなって思ったので、絞るとちょっと移動するんですよね。その時に接着芯が剥がれやすくなったりとか、ちょっと型崩れの原因になるかなと思うと、やっぱりステッチで固定するっていうのはね、一つそういう長持ちの見込める作業としては一手間かける甲斐はあるかなと思っています。ありがとうございました。